はい、こんにちは、こんばんは。はじめまして、リナです。はい、今日はですね、タイトルにもある通りなんですけど、なんとですね、YouTube のチャンネル登録者数が、ついに1000人に行きました。はい、ということでね、拍手ということで あんまり拍手とか言わないんですけど、いや、今日に関してはもう拍手って言っちゃいますね。いやー、この道のり本当に長かったですね。私が、YouTube を始めたのが2014年の、5月とかそれぐらいなんですけど、なんでも結構ね、5年近く、やっているんですけど、で、そうですね、もともと音楽活動をやっていて、小学校じゃないな、中学校の時に、なんていうか、歌手になりたいなっていう、目標を持って、そっから活動していったんですけど、で、その時は、なんていうか、YouTube をやろうとは全く思ってなくて、ただ、曲を作って、ライブをやって、っていう感じで、活動していたんですけど、これだけだと、限界があるなっていう。曲作ってライブするだけだと、路上ライブすればマシだと思うんですけど、路上ライブもちょっと怖くて、できなくて。なんていうか、恥ずかしいからじゃなくて、変な人に絡まれるんじゃないかとか、そういう面で怖いなってずっとっていうか、いまだに路上ライブはする予定ないんですけど。で、そうですね。で、ライブもしてるんですけど、今もしてますね。してても、曲を頑張って作っても、ライブに結局お客さんが来てくれないっていうのばっかりで。で、来てくれないと、まず自分の音楽聴いてもらえないんで、このままだとダメだと思って、オーディションとかも受けてたんですけど、全然、なんていうか、活動してるんだけど、全然先が見えないっていうか、っていう時に、バンド組んだりとかしてたんですけど、バンドも解散しちゃって、どうしようかなって思った時に、YouTube、たまたまヒカキンさんの動画を見て、その時全然ね、ヒカキンさんはそんな世間的には有名じゃない時だったんですけど、ヒカキンさんの動画見て、あ、これ YouTube いいなと思って始めたのが、きっかけだったんですけど、それがちょうど2014年のね、春ぐらいだったんですけど、バンドを解散して結構早めに始めたって感じですね。で、そっから、動画アップしてたんですけど、なんていうか、やっぱり全然見てくれる人がいなくて。で、動画も、なんていうか、最初の方の再生リストから見ていただければわかると思うんですけど、全然編集とかもされてなくて。で、曲とかも、今も全然まだまだなんですけど、今以上に、クオリティが低い。正直ダメダメダメっていう感じの動画ばかりで、あれですね、続けてたんですけど、がむしゃらに。で、ちょうど2年前くらいですね、2年前に、UUUM の、最終的にね、UUUM 所属を今目指しているんですけど、それまではね、ソニーとか ABEX さんとか、ソニーさんとかエイベックスさんに、オーディション応募したりとかしていたんですけど、今は、もう、ね、UUUM 所属、正式に所属するぞっていうのを目標にはやってるんで、オーディションは他には受けてはいないんですけど、で、そうですね、2年前に UUUM の、サイトで、たまたま見つけて、そこから、UUUM ネットワーク、に所属させていただくことになって、
まあね、所属したからといってこう大きくね、変わったわけではないんですけど、まあ一つそうですね、ウームネットワークに入って、まあいいなと思っ、いいなというか大きなイベントがあって、はい、でそれでまあそうですね、応募の YouTuber さんに会えて、まあそれだけでもね、こう所属してよかったなと思っているんですけど、まあそうですね、一歩所属に近づいたので、まあそれで、それがきっかけでね、あの今ウームに所属できるようにね、頑張ろうと思って、一本で、はい、そこを一本目標で頑張っているんですけど、でその所属した時は正直チャンネル登録者数別に今ほど気にしてなかったんですよ。 YouTube のルールとかもそんなに、なんか1万再生回数いってればあの広告がついてみたいな感じだったので、まあなんとかあの所属してから広告ついたんですよ。一時期広告がついて、あ、やっと好きなことで、まあ、少ないけどお金入ってくるようになったっていう、もうちょっと頑張ろうっていう気持ちになって、でそっから1年間あのやっていたんですけど、まあ、1年後に、まあ、皆さんね、YouTube やってる方はもう、ってびっくりしたと思うんですけど、チャンネル登録者数1000人、視聴回数12ヶ月で4000時間に達してないと広告入らない、収益化なんないっていう厳しいねルールが発生してしまって、はい、でその時発表されたのがまあ去年の1月くらいだったんですけど、まあ、その時ぶっちゃけっていうかな、その時のチャンネル登録者数が確か60人くらいしかいなかったんですよ。4年ってか3年くらいやって60人くらいしかいなかったんですよ。でそうですね、なんでこれ普通に行動してるだけじゃ絶対1000人無理だろうって思って、もうその時そのニュースを見た瞬間に無理じゃんみたいなちょっと思っちゃった自分がいたんですよ。そんなこと思っちゃいけないんですけど、思った時点でもうやめろよって話ね、なっちゃうと思うんですけど、ちょっと一瞬思っちゃって、でまあね、そう思ってるだけじゃ先に進めないんで、はい、でどうしようかなと思った時に、まあ、YouTube だけでこう頑張っててもやっぱりとにかくね、どんな手を使ってでもいいから、どんな手を使ってでもっていうとね、まあさすがに悪いことはしちゃいけないですけど、こうとにかくね、こうどんな風に思われてもいいから、こいつ誰だって思わせるようにしようって、その1000人のねニュースを見た時に思って、で、あ、そういえばツイッターやってるなと思って、ツイッターとフェイスブックじゃないな、ツイッターとインスタグラムやってるんですよ。で、で使いやすいのがツイッターだったので、あ、じゃあツイッターでもうがむしゃらに宣伝していこうって思って、はい、でその時ツイッターのフォロワー数が確か200人ぐらい、 YouTube のチャンネル登録者数が60人くらいで、ツイッターが200人くらいだったんですけど、まあ今ね、ありがたいことに9000人近く、はい、1年くらいで、今ちょうど1年半ぐらいだと思うんですけど、それでまあ9000人くらいまでこうの方とね出会うことができました。はい、でまあそうですね、去年とか今、去年の1月から今に至って、まあ約
1年半ぐらいになると思うんですけど、はい、まあ、その間にね、すごいね、方たちと、多くの方たちとね、こう出会うことができて、まあ日々コメントとかもね、くださる方とか、動画楽しみにしてくださる方とか、まあありがたいことに増えて、はい。あとなんていうか、まあこれは人それぞれの捉え方なんですけど、なんていうか、まあよくね、ツイッターとか見てると、こう、わざと低評価つけてる人に怒るみたいな、低評価する時間があるなら何々しろみたいな、こうツイートをねたまに見たりするんですけど、まあ、私もなんていうか最近動画出すと速攻ね、これ動画ちゃんと見てんのかなっていう感じでこう低評価をねピッてつけてる人がいるんですけど、まあそれもね、なんていうか多分チャンネル登録してくれてる方だと思うんですよ。多分今見てるかなその人見てるか分かんないんですけどはい、まあね、そういう人もね、すごい速攻ピッてつけるってことは、まあそれほど私のことを気にかけてくれてるってことになりますよねまあそれもその1000人の壁ができるまでは全くそういうのなかったので、まあそういうのもね、なんていうか、まあ高評価よりはね、やっぱ傷つきますけど、でもありがたいなと思います本当にはい、なんでまあ今まで1年間のね、1年半かの思い出をねちょっと今話したんですけど、はい、まあ本当にね、ここまで来れて本当に、はい、感謝でしかないです。はい、もう一人だけじゃ絶対ね、こう登録してくれてる人がいるから、見てくれてる人がいるから、こう YouTube ね、今まで、はい、もう5年ぐらいですけどやってこれました。本当に、はい、ありがとうございます。まあこれからもね、はい、せっかく1000人いったってことで、まあ変わらずですけどね今まで通り音楽中心に、はい、歌中心にやっていこうとは思っているんですけど、はい、これからもね、私の動画楽しみにして、少しでも楽しみに、していただけたら、はい、嬉しいなと思います。あとまあ Twitter とか YouTube でも何でもいいんですけど、はい、これからもね関わって仲良くしていただけたら嬉しいなと思います。はい、本当にありがとうございます。で、そうですね、これから宣伝していくと思うんですけど、主にツイートだと思うんですけど、チャンネル登録者数は達成したんですけど、なんだっけ、視聴回数の方がまだ多分2000時間ぐらいしかないってなくてですね、はい、なのでまあそうですね、視聴回数、まあ、心の優しい方ね、増やしていただけたら、増やすというか協力していただけたらね、嬉しいなと思います。はいまあ視聴回数が増えるくらいのこう動画をね、どうしたら撮れるかなっていうのも、はい、アップできるかなっていうのも私も考えてはいるので、はい、まあ、これからもですね、その辺も頑張っていこうとは思っています。はい、いやでもね、とりあえずすごいですよねなんかね、1000人も全員じゃないとは思うんですけど、動画をこう多くの人に見てもらえてるとか、はい、自分の歌も絶対 YouTube を始める前よりもずっと多くの人に、はい、聞いてもらってると思うので、本当にそうですね、やめたいとは思ったことはないんですけど、まあ、正直ね、こうしんどいなって思う時とか、はい、
表に出さないようにはなるべくしてるんですけど、しんどいなって思う時とか、こう結構ね、こう落ちやすいところがあるんですよ自分はい。なんでそういう日々が結構続いたりとかもしてきたんですけど、この1年半ですね。まあもっと前からそうなんですけど、でもそういう時でも逆にその YouTube で救われた部分も結構あるので、皆さんに本当に救われた部分、はい、なんか今は逆にその YouTube があるからこそメンタルが安定してる自分もいるので、はい、なんていうかもうね、はい、いろいろ話がね長くなっちゃったんですけどはい、まあね、もっと話し始めるともっと長くなっちゃうんで、まあこの辺にしようかなと思っているんですけど、いや本当に、はい、1000人、なって本当に感謝しています。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今度はね、視聴回数4000時間目指して、これからは、はい、これからの目標ですね、頑張っていきたいと思います。はい、まあ、今の目標がね、収益化になって、まあ、スタートだと私は思っているので、はい、まあ、これからもスタートを目指して頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上、りなでした。さよなら。